秋元なのね。ここからはね、僕がヒットヒットした女の子たちをね、紹介しちゃおうかな。ここなのね。店秋元康が向かったのはドン・キホーテ8階秋葉48シアター。エンターテインメントも充実したエネルギッシュな街秋葉で注目を集めているのが秋元康による新たなアイドルプロジェクト秋葉原48なんです。もうほぼ毎日ライブを行っていて、身近に会えるアイドルとして劇場は常に満員です。うん、頑張ったね、ヒットヒット。よし、じゃあちょっと行ってみようか。おっと、石ちゃんまさかの飛び入り。1、2、3、4。どうもみんなお疲れ。皆さんもありがとうございました。ファンのボルテージは最高潮。熱気に圧倒された偽秋元は、じゃあもう優子とともみと夏美ミーティング。というわけで無理やり連れ出されたのはこちらの3人。松原夏美です、よろしくお願いします。大島優子です、よろしくお願いします。秋元太志です。笠井智美です、よろしくお願いします。すごい。今日はね、ちょっとあの夜の分までちょっと時間があるので、はい、あのみんなとちょっと食事でもしながらミーティングを、はい、ね、あの今後 の、 あのタレント活動についてちょっといろいろ、はい、お願いします、ね。向かったのは2つのビルから構成される最新複合施設クロスフィールド。秋葉原に欠かせない文化や情報、商業施設の集合体の中には飲食店を集めた秋葉市があり、 OL さんにも人気のスポットです。一行が向かったのは東京フードシアター5プラス1。これはね、もう本当にいろんな世界の食が揃ってますので、ちょっと行きましょうかね。お邪魔しまうま。東京フードシアター、エンターテインメント性を追求した新しい食を提案するお店です。4つのオープンキッチンの様子を見ながら好みのチョールでいただけるんです。6月4日までは玉ねぎを使った食べるスープをテーマに、同じ値段でオリエンタル、フレンチ、和、イタリアンの各厨房のシェフが腕を競うワールドメニューキッチンバトルを開催中です。いただきます。いただきます。まずはそちらが、はい、私はイタリアンです。いただきます。夏美ちゃんはミネストローネをいただきます。あ、すごい濃厚です。うまいね。石ちゃんは玉ねぎとスペアリブをじっくり煮込んだオリエンタル風スープ。ピリ辛マユ。ドカーンとこれ。おお、すごい。これ玉ねぎですよ、これ。美味しくて血がサラサラ。こちらは白味噌を使った和風のクリームシチュー。彩りと味わい豊かなスープ。ともみちゃん、いかがですか？おー、美味しい。そして玉ねぎの丸揚げが入った味わいの深いフレンチ風オニオンスープ。ゆうこちゃん。いただきます。美味しいです。入ってますね。食べる。はい、あー。ちょっと食べたいな。いいですか？いろんなことをひっくるめて美味しい。この日は夜のステージもあるため、残念ながら秋葉原48ではここでお別れ。